マジのロケット団三浦と基礎山中のウラチューン、ウラチューン、ウラチューン。さあ火曜日がやってまいりました、はい、やってまいりました、はい、火曜日といえばやはりもう、ね、漫才協会のラジオマジオでございまして、全国の皆さんが知ってる火曜日の12時といえばですよね、あの本当にアルタ前的なノリで、いやもう本当そうですよ。最近ちらほらお客さんもこうね漫才協会の事務局の前に集まり出してるという噂もありますけど、ね、スペイン坂みたいな感じでね、出待ちの言い待ちみたいなね、ありますけれどもね、はい、ということでございまして、はい、YouTube で、はい、配信している音声番組でございます。ということで漫才協会もうこれはもう毎回説明をさせていただいてますけども、はいはい、ね、東京の漫才師が、はい、たくさん、ね、集っている、それが今や、はい、漫談協会に変貌を遂げようとしているという、ね、はい、まさかの人が解散しますからね。ですよね、驚きましたよ。ちょっと後で触れなきゃいけないんでしょうけども、そして漫才大講師はそんな芸人さん方が毎月1日から19日まで浅草の東洋館というところでやっている興行漫才大講師なんですね。12時から16時半までずっと漫才、たまに奇術の方とか、はい、出てらっしゃるということでございます。公演のお問い合わせ、東洋館のお電話番号、東京03-3841-6631、東京03-3841-6631まで、紺色のお揃いのスタッフ T シャツを着た、東洋館の皆さん、多分あの T シャツは今村さんが見立てたんやないかと、はい、予想ですけどね、はい、あのセンスは多分今村さんのセンスやと予想ですけどね、はい、今村さんのセンスが分かんないですけど、まあ、僕はそれぐらい高い評価で今村さんをいつも見つめてます。なのか低い評価なのか分かりません、よく分かんないですけどね。はい、ということでございまして、はい、実はまあ今日今、お届けしている放送が前日収録したものでございまして、ね、生に近い感じですね。そうなんですよ、ね、リアルな感じで非常に、はい、まあ、なんかね、あの近々の情報をお伝えできると、ね、基礎さん忙しそうですもんね。いやいや僕全然そんなことないんですけど、三浦君もなんか最近、はい、なんかある番組の面白い企画で呼ばれたとか、もうつい何日前だ、 2,3 日前に、ポン、あ、日テレの朝の番組ですね。そうです、そうです、はい、ポンのあれ関東ローカルなんですよね。そうですね、多分、はい、ポンで、はい、なんか生放送の時に行って、50組ぐらい集まるんですよ、ほうほうほう、若手が、はい、それで、くじを引いて、当たったら、なんか日付が書いてあって、当たった人が出れるっていう企画があるんですよ、ね。なんか講談の抽選みたいな企画があったんですね。そうなんですよ、それになんか参加したんですか。したんですよ。それどういう人たちが集まってるんですか。わかんなくて、なんか何の企画かもよくわかんなくて行ったら、もう知ってる人いないんですか。知ってる人、カントリーズとか、あ、漫才協会若手ばっかりですよ、基本的に。で、太っちょカウボーイさん。ああ、これはもう大先輩ですよ。大先輩です。いや、もう真打ちに値するぐらいの出来ですから。もう真打ちですよ、もう。はい。いや、いらっしゃったんですね。もう多分、だから、太っちょさんと話してて、はい、芸歴20年のやつ俺だけだろう。いや、それはもう悪なき挑戦というか、ね。いや、もう素晴らしいですよね。だから芸歴20年どころか、生まれて20年のやついますよ。いや、ですよね。そう、芸歴1、2年の子とかもそう、おそらく。多分いたんじゃないですかね。それ出れるんですか、三浦君。それで、一組ずつ引くんですよ、くじを。それ放送で流れてるんですか。なんかね、そう、抽選の場面をちょっと流すみたいな感じで、でも、僕らなんかもうあんま前に出るタイプじゃないんで、うん、多分映ってないと思いますけど。ああ、なるほどね。まあでもあれ前に出てどうやねんみたいな企画ですからね。はいはいはい。それで引いて外れたんですよ。ああ、そうなんですね、まあでもほら、もう笑点とか出てるような、いやいやいや、まあいわばもうベテラン格と言っていい、もうそこはちょっとハングリーに。そう、だから三浦君はほらハングリーにって思うかもしれませんけど、倉本の方がほら俺たちの格ならばちょっとそこはっていうのは俺は漫才うまいからみたいな感じで、そう、君たちとバカすぎて年間いくつステージ立ってんだみたいな自負が強いじゃないですか彼は。だからちょっとそこ引っかかるかもしれない。なるほどね、はい、大丈夫でしたかね、そこら辺機嫌悪くなってませんでした、ね、どうですかね、はい、ちょっと上からではあったかもしれないですね、ですよね、あ、君たちもまあこういう、あ、僕もまあ昔はこういう企画よくチャレンジしたもんだみたいなスタンスでやってた。若い頃はそう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 、だから事務所が変わってそういうの結構来るんですよ。あ、でもありがたいですよね。ありがたいです、ありがたいです。メディアの仕事ってやっぱり事務所移管で全然変わってきますから、一応抽選の時ボケでね、こうやって引く時、ああなるほど、どんなボケかちょっと僕他で使わせてもらうんで教えてもらっていいですか。使っていいですよ。営業とかでよくやるじゃないですか。あの箱に抽選のあれが入ってて、いわゆる紙みたいなのが入ってて、
ですね。で、どうしようと思って。これはなんか一発ボケなきゃいけないなと思って。言うても50組がその意気込みで来てるからね。早いもん勝ちみたいなとこありますけど。それで、うん、財布からお金取ってお金逆に入れて。くそ、笑ってしまった。面白いな。それでこう、いやいや、お祈りして。なんで合唱してんだよ、これ。それでこう引いて外れてもう一回引くっていうボケがすごいかぶせてきた他の芸人のギャグを奪い取る貪欲さ、なるほど、受けたでしょこれは。あれでもなんかね、もうワーワーしててわけわかんないですよ。もうみんながみんな我々我々ですからね。で一応まあカメラがあったんでね、それに向かって大丈夫、うんうん。で、後で失敗したなと思ったのが、そのお金もう一回取って当たったって言えばよかったな。ああ、いや、いいよ、真面目か。反省しちゃうんだよ、僕は。反省しちゃって。これ、その後そこが良くないとこだなって思って。次に生かそうとしちゃうんだけど、そうそうそう、真面目だから。次会った時はこうしようって思ってました。なるほどね。そう。いや、でもやっぱほら、太っちょさんとかもう二十何年とかやってはるから。素晴らしいですね、あの人は。パーンって言ってましたよ。そうでしょ。もうね、メタボリックというかね、あれはもう、ちょっと鬼人ですよね、あの人ね。あの人すごいです、やっぱり。はい。僕ね、同じ中日ファンで、で、中日ファンつながりで結構仲良くて、はい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 、で、今年の頭3月末ぐらいに、今年の頭というかシーズン前に、中日ドラゴンズのトークライブっていうのを一緒にやったんですよ。ロフトですか？ネイキッドロフトなんですけど、はいはいはい、まあ、やったっていうのはちょっと語弊があって、はい、発起人、そもそも僕で、うん、それで、まず最初に加わったメンバーが、はい、太っちょさんなんですけども、ライブの、前日の夜に、同じ事務所の後輩からメールが来まして、太っちょさん、ステージから飛び降りて膝を骨折しましたって言われて。そん時なんですか？そう。だから3月にステージから飛び降りて膝骨折して、うん、もう8月も中旬、まあ下旬じゃないですか、うん、そこまでずーっと休養してたんですよ。そんな長いですか？いやいやいや、粉砕骨折して、そうで、この間復帰したんだよってなんですよ、で、もうステージどれぐらいの高さなんですかって、言うたらバンド用のライブハウスやったらほら1メートルとかあるんで、まあそれやったらわからなくもないかなと思ったら、高さ15センチあるかないかわかんないぐらいの。そうですよ。で、それで出れなくなった言うて、で、木曽さんも気をつけてください。そっくり返すわ。さすがに15センチの高さで膝粉砕するほどの体重ではないぞと。マジっすか？そうなんですよ。そうなんだ。で、この間ね、まぁ、あ、ちょっと他のライブの MC やってるので、キャスティングも頼まれてて、で、太っちょさん久々やし、面白いね、面白いっすよね、あの人。そう、で、出てもらえないかな、つって、メール送ったら、ちょっとまだ動きに制限があるんで、激しいネタができないんで、つって、NG を出されてしまった。どこのステージだったんですかね。いやね、ちょっとね、普通のライブハウスとは違う、ステージだったらしいんですよ。すごいな。だから多分ね、イメージ的には、下北の空間リバティっていう。あんな感じですね。もう15センチでそんなんでしょ。だから、所間ぐらいですよ、言ったら。引くでしょ、もう。でもね、やっぱそう持ってはるんですよ。さすがですね。面白いですもんね。はい、ということで。まあまあね、近況。それあれですよ、カントリーズがね、多分引いたって言ってましたよ。あ、なんかあれ、僕ツイッターで見ましたけど。はいはい、らしいですね。なんか出るんですよね。あ、9月1日の。これカットしておいてください。ここ別に放送しなくていい、ね。これもいいですもん。言わなくていいです。カントリーズ番組始めましたからね、マジオでね。マジオ、そうですね。我々がね、はい、言うても、はい、マジオやりたくてこの世界入ってるじゃないですか。もう、そうですね。夢が叶ったっていうね。いうことじゃないですか。泣きながら飲みましたもんね、二、ね、人で祝杯あげた。祝杯あげましたね。あんな若造たちにこんなマジオ簡単にやられたら、たまったもんじゃないですよ。たまったもんじゃないですよ、もう。20回やってますからね。僕、寝言で何回マジオって言うたか、嫁さんよう言われましたよ。またマジオって言ってたわよ。昨日も言って。それがもう本当に我々から見たら、昨日今日のひよっこがもうこんな ね、 ね、みんなが憧れる頂を。本当ですよ。しかも40分やったらしいですよ。なんかな、なんか僕聞いたんですけど、聞いたんですね。面白いんですよ。あ、そうですか。なんかね、まあいい意味でですけど、なんか最初ほら出て行って、今日とかでもロケット団三浦と、はいはいはい、それで基礎三中の裏中で、まあタイトルコールあったりとかして、紹介するじゃないですか。はい、で、1回目の放送で、あまりにも喋りたいことがありすぎて、自己紹介を10分ぐらい忘れてるんですよ。あ、ごめんなさい、自己紹介するの忘れてましたぐらいの。そこでも大概ギャグとかいろいろ言っちゃってるみたいな、ね。で、この間あったんですよ、福田くんと。ああ、ちっこほな。で、40分やっちゃいまして、うんうんうん、
次のネタなくなっちゃいました。喋りすぎちゃった。なるほどね。もう取っとけばよかったです。止められへんかったよな。でももう2回目ももう放送してますから。いいです ね, でもね。ね、よかった、聞いてあげてください。はい。もね、なんでしたっけ、ガチャガチャしてるラジオでしたっけ。ガタガタうるさい。うるさいラジオ。それもう江沢だけなんじゃないの、そのガタガタうるさい。まあ福田もちょこまかうるさいけどね。いつもなかなかにね、うん、面白いですよね。性的に変態なんですよ、彼は。福田は。あ、そうなんですか。はい。あのね、合コン行って、あ、これちょっと福田にマイナスの話になるんでやめときますわ。あ、そうですか。引くような話いっぱいありますよ、本当にね。いろんなこと女の子に。合コン好きですからね、あいつね。うん、そうそうそう。だから福田にも誘われましたよ。合コン今度一緒に行きますよと。お前、誘う人間違って。200% バカにしてるやろ。あいつすげえいじってくるんですよね。そう、めっちゃいじってくるんですよ。で、いや、木曽さんいてくれたらほら、結構盛り上がると思うんですよ。やかましいわ、お前。結構ってなんやねん、お前、言うて。うん、まあまあ、ということでございまして、はいはい、近況報告、たらたらやってたら結構喋ってしまいましたけど。木曽さん、はい、はい。あれ、どうするんですか、漫才協会の、はいはい、大喜利とか、たまに、ね。そうですね。はい。だからね、やってはるじゃないですか。なんで関西弁で書くんですよ、急に。昨日、今日、そして明日も一応あるんですけど。漫才大会はどうするんですか？漫才大会ね。11月なんですけど。それこそ事務局の方とかにも、一応出てくださいっていう、背中を押す一言いただいて、三浦君も言ってくれてるし。はいはいはい、出てほしいですもん。まあまあ、背中押してくれてるのその3人ぐらいなんですけども。出ましょうよ。で、その後飲みに行きましょうよ。あ、それはもちろんね、最悪、終わった後飲みに行くぐらいの気持ちはもちろんいつでもあるんですけど、出てもいいんですけど、何すればいいか分かんないんですよね。なんか、弁当配ります？あ、いいっすね。ね、あ、それか、その、崎陽軒のシウマイ弁当じゃないって怒ってる師匠の顔面を殴っていきましょうか。っていうかかる。鉄拳制裁。まあまあ散歩師匠だけですけど、それで怒りはる人はね。なんでしょうね。だそこだけですよね。何するか。ちょっと大手を振ってこれやりますって言えない引け目があって。なんか、うん、司会でいいんじゃないですか？コーナーの司会みたいな。まあ、今回は一応漫才言っていいんですかね、はい、ある程度はいいか。漫才60連発みたいな感じで、60周年で。ずっと60組やるんですね。もう企画もめんどくさいだろうって話。まあまあまあね、確かに。でまあ、増えたし、うん、若手の人だけで、ね。結局みんなやるんだし、それ60周年だしっていうことで。はい、はい。で、間で司会でいいんじゃないですか。そうなんですか、そんなざっくりした感じでいいんですか。結局めっちゃ出てるじゃないですか、僕。はいはい、そうですよ。でもいいじゃないですか、でも別に。ネタは、ネタやんないし。僕、下手な司会したら、それこそ、うん、タロシ師匠にたまにダメ出しされたりするんで、大丈夫ですか、ね、それだけ気をつけてください。本当ですか、タロシ師匠のご機嫌を損ねないような。タロシ師匠は司会者協会も入ってらっしゃるんで、はいはいはい、結構そのあたり非常に厳しい目線持ってらっしゃるんで。で、多分何人か司会で入ると思うんですよね。はいはい、はい。漫談協会なんで。そうですよね、多分ね。はい、はい。木曽さんも漫談協会の仲間入りってことで。もうね、ほんまにね、なんか何ですかね、子会社的に作った方がいいですよね。ね、そう、漫談協会をね。そうです、そうです。いや、だって本当に3分の1ぐらいの勢いになってきてません？ざっと見ても、結城隆、青空、キリンジ、ピロキーって3人ピン並んでますもんね。そうなんですよ。で、その下に森明則って入ってるでしょ。まあ、この人漫談家と言っていいか分かりませんけれども。ねえ。だからもう、ノアみたいに漫談協会こう立ち上げて、三沢みたいに崩れ去る一方やねん。そんなことない、そんなことないのは盛り上がってますけども。ねえ、まあちょっとその辺が、なんでしょうね。出てほしいですね、でも。まあまあ、もちろん、出るべき感じやと出るべきですよ、多分。本当ですか。そうそう。今日一声張ってるじゃないですか。出るべきですよ。本当ですか。まあちょっとそこは、皆さんとね、いろいろお話をして、別にドタキャンしてるわけじゃなくて、理事会も参加できてないもんですから。でも、はい、言いますよ、僕。本当ですか？みんな話題出てないでしょ、もう。でも僕の話は。やっぱね、ネズさんがいますからね。そうですよね。みんな気使うよね。絶対ね。気使う、ね。一番出て欲しくないと思ってる人が彼でしょ。いや、僕押しますよ。本当ですか、うん、変な空気になりますけど知りませんよ。大丈夫、大丈夫です。わかりました、うん。まあ、ちょっとその辺も前向きに、じゃあ考えさせていただくということで。はいはいはい、出た方がいいと思います。はい。あとはほら、いろいろノルマとかもありますから。そうですね。A ランクではちょっと出れませんとか。大丈夫、その辺も。そういうのもちゃんとかします。維持頼りがいありますね。ありますよ。
わかりました、はい、未だかつてないぐらい、ね、なんか親友のやっぱり、ね、そうですよね、女性タレント目の前にした時から歩き寄った三浦君とはえらい違いですけれどもセクハラでした対応できなくて、今後はそういう頼りがいのある三浦君と思って接していきます。ありがとうございます、はい、任せてくださいなるほど、はい、はい、ボケ後でパクりますよ。